高原駅から徒歩3分海が近く豊かな自然に恵まれた場所に立つ校外学習用の施設です。自然の中で集団生活を通じて人や自然と触れ合いながら健康的で豊かな人間性を育むため昭和42年に開設されたこの施設、以来区内小中学生がこの施設で移動教室や夏季林間学校を実施してきました。施設には宿泊棟のほか体育館やプール、天体観測所、野外ステージなどを完備。しかもお風呂は温泉、食堂では天井の高い開放的な空間の中でお友達と美味しい食事を楽しみました。開設当初は中学生が、その次は小学6年生が、そして2年前からは5年生がこの施設を利用。開園以来延べ25万人が利用したこの施設、中には親子3代にわたってここでの移動教室を体験したという人もいます。そんな伊豆高原学園も老朽化のため今年から3年間の建て替え工事に入ります。工事の完了は平成27年4月の予定。またここでたくさんの交流や思い出が生まれてくることでしょう。